アルムニアスレティッククラブ通称アルムニはかつてアルゼンチンブエノスアイレス州で活動していたサッカークラブである。1893年に設立されたアルゼンチンサッカー協会が組織するサッカー選手権に参加するため同年ブエノスアイレス英語学校の学生グループがアレクサンダー・ワトソン・ハットン博士のもとに集って設立された。 公式に設立が認められたのは1898年。1911年まで20度のリーグ優勝を果たし、また国内外問わず多数のカップ戦で優勝したが、1913年、内部問題のために解散した。アルゼンチンのサッカー史において、最も重要なクラブの一つである。ベルグラーの近郊にあったブエノスアイレス英語学校1882年2月25日。 スコットランド人のアレクサンダー・ワトソン・ハットン博士がブエノスアイレスに到着。ハットン博士はアルゼンチンサッカーの父とされている人物であり、セントアンデレス・コッツ学校の校長職にあった。ハットン博士の教育方針の重要な要素にスポーツによる教育があったが、スコッツ学校はスポーツ施設を築くための資金を有しておらず、博士はすぐに校長職を辞任。このため、 博士は自身の教育理論の実施のためにブエノスアイレス英語学校の設立を決定し特に偏愛していたサッカーを核に据えたベスを1884年2月1日に開校させたアルゼンチンでサッカーの練習を行うために博士はウィリアム・ワッターズをスコットランドから呼び寄せてサッカー指導者としたイギリスからアルゼンチンに初めて サッカーボールをもたらしたのがワッターズであるとする文献もある。アルゼンチンサッカーの父と呼ばれる、ハットン博士1890年の時点で、ブエノスアイレス英語学校、セントアンデレスコッツ学校、フローレス学校、フローレス英語学校、オールドカレドニアンズ FC、セントジョン FC、スコッチクラブ、ブエノスアイレス FC など多くの組織が試合を、 行っていたが、ブエノスアイレスのサッカークラブはいかなる教会にも組織されていなかった。1891年、セントアンデレのアレクラモントがアルゼンチン教会サッカーリーグを設立し、セントアンドレスコッツ学校、オールドカレドニアンズ、ブエノスアイレスロサリオ鉄道、ベルグラーノ FC、ブエノスアイレス FC の5クラブが登録。この新しい大会はひどく批判され、 ほとんどのクラブに参加を拒否されたが、タイトルはセントアンデレに与えられた。ロールは1891年シーズン終了後に解散したため、1892年にはリーグ戦が開催されなかった。1893年2月21日、ハットン博士は同盟の新しいサッカーリーグを設立して会長に就任し、このサッカーリーグはアルゼンチンサッカー連盟に 唯一の前進とみなされている。1893年シーズンには、ローマス AC、フローレス AC、キルメスローワーズブエノスアイレス英語学校、ロサリオ鉄道の5クラブが参加した。大会終了後、ローマス AC がアルゼンチンサッカーの歴史上初のチャンピオンとなった。ブエノスアイレス英語学校のチーム1898年、アルゼンチンの法務大臣と文部大臣は、 すべての公立学校の教育過程に体育が必須であると定めた。この指導要領ではさらにすべての学校は在校生や卒業生のためのスポーツクラブを設立しなければならないと定めていた。これらの理由により1898年10月3日 CA イングリッシュハイスクールが設立された。最初のグラウンドは近隣のコグラン地区に設けられそこで練習が行われた。 クラブ解散から10年後の1923年7月15日、1試合限定で再結成されたアルムニの選手1900年から1903年、1905年から1907年、1909年から1911年と3度にわたって3連覇以上を記録。1906年、1907年、1908年、 1909年とエリセオ・ブラウンは4年連続で得点王に輝いた。1906年にはプリメーラ・ディビシオン、タイカップ、コパデオ・ノール・クセニエールの3冠を達成した。また、同年には南アフリカのクラブに勝利し、国外のクラブに勝利したアルゼンチン発のサッカークラブにもなった。1904年、クルブ・バラカス・セントラルは、アルムニのユニフォームから、 に基づく赤色と白色のユニフォームを採用。1906年にはエストディアンティス・デラプラタがアルムニに習って赤色と白色のユニフォームを採用し、1907年には CA ・ウニオンも同調した。アルムニ AC に敬意を表して名付けられた CA ・アルムニというクラブがコルドバ州ビリアマリアに存在する。1910年4月10日リーベル・プレート FC は 水色のユニフォームを着て、アルムニに2から1で勝利した。これにより、ウルグアイ代表は、ユニフォームから、に水色を採用。それまでのウルグアイ代表は、アルゼンチン代表に似通ったユニフォームを着ていた。最後のシーズンとなった1911年シーズンは11勝1分4敗の成績で終え、エストゥディアンティル・ポルテーヌと同率首位となったため、 優勝決定戦がヒムナシアエスグリマのスタジアムで行われたが、アルムニはこの試合に2から1で勝利して3連覇を達成。このタイトルは11個目にして最後のタイトルとなった。アルムニはプリメーラディビションで10回優勝した。1912年もリーグに登録したが、結局1試合も行わなかった。CAS トゥリアンテス戦、キルメス AC 戦、ラシンクラブ戦は、 没収試合となったため、府は大会規則に基づいて、アルムニをリーグから除名した。アルムニの選手の多くは、キルメスに移り、キルメスは、同年のリーグ戦で優勝した。親愛なる、アルムニの選手へ。君たちは、クラブ解散に関する議論と基金の分配方法についての議論のためのミーティングに招待された。場所は、マイプ通りにある AFA の本部ビルであり、 4月24日の夜9時に開始する。1913年4月18日から24日のラナシオンブエノスアイレス英語学校以外からの選手の加入を認めることは稀であり、選手数が不足したことが一つ目の理由である。クラブの収入を寄付にある、1913年4月24日に解散した際にはすべてのメンバーがミーティングに招待されたが、 7人しか出席していない。1 2 3 2に2 9ドルの資産は、ブリタニコ病院や児童財団など8つの公共団体に寄付された。1951年、ブエノスアイレス英語学校は卒業生に、ラグビーチームとしてアルムニの名称を使用することの同意を求めた。アソシアシオンアルムニという名称のラグビーチームが、直ちに承認され、今日まで残っている。 1903年のアルムに1906年のアルムに1910年のアルムに1893年から1911年までに14シーズンをプレーし、10度の優勝を果たした。1911年、10度目の優勝後に解散した。フワン・ブラウンとホルヘ・ブラウン・アルムに史上最高の選手はホルヘ・ブラウンであり、1903年から1906年までと、 1910年からクラブ解散までキャプテンを務めた。ホルヘの5人の兄弟、アルフレード、エリセオ、カルロス、フアン、エルネストもアルムニでプレーしており、またいとこのフアンドミンゴもプレーしていた。キーパーのホセブルーからフォリアは1905年に加入して1907年までプレーした。フアン・マケックニーも注目に値するキーパーであり、チームに興奮を与えた。キーパー以外には、 多くの卓越したフォワードが在籍し、彼らの多くはプリメーラディビションの得点王に輝いた。アルフレードとエリセオのブラウン兄弟、カルロスとエルネストのレッド兄弟、アーノルド・アトソン・ハットンなどが挙げられる。常に多くの選手がアルゼンチン代表に招集されてプレーした。4人のブラウン兄弟のうち4人は試合のたびに揃って招集され。 1907年6月2日から7月14日にかけて行われたブラジル遠征には5人のブラウン星の選手が参加した。1906年から1909年にかけてアルゼンチン代表はコパリプトンで4連覇を果たしたが、1906年は8人、1907年は7人、1908年は5人、1909年は7人の アルムニの選手が優勝チームの一員となった。また、コパニュートンでも4連覇しており、1906年は7人、1907年は4人、1908年は7人、1909年は3人の選手が優勝に関わった。コパでオノールグランプレミオでアルヘンティーナの1909年大会では7人、1911年大会では6人の選手が優勝メンバーとなった。 ホルヘ・ブラウンは1908年から1914年にかけてアルゼンチン代表のキャプテンも務めた英語学校のユニフォームは生徒が学校で着ていた制服を元にしており白色のシャツに赤色の横縞が入っている。1901年にクラブ名称を変更しユニフォームのデザインは赤色の縦縞に変更された。ほとんどの場合、 パンツは白色であったが、黒色や紺色のパンツを履いたこともあった。ありがとうございます。